はい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 。ケンジン、あの2アウトからの2連続のファーボールだけはほんまあかんわ。ほんまに。まあ、自分でもわかってると思うけどな。逆に、あの中日の小笠原投手な、あんだけ先頭バッター出してて、で、あのワンプレイ、あの自分のファインプレイから逆転してみたいな。やっぱり野球は面白いなというふうに改めて思いました、今日。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てやってください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対ドラゴンズの試合解説やっていこうかなというふうに思ってます。まず最初に結果からなんですけども、4対2で今日ジャイアンツね、負けてしまいました。はい、非常に痛い、まあ逆転負けというところなんですけども、非常にね、今冒頭でも言いましたけども、やはり野球って面白いなというか、完璧にね、これね、今日ね、ジャイアンツ勝てる流れだったんです。あの5回ぐらいまでね。なんだけど、このね、小笠原投手のね、ファインプレー、僕これだと思うんです、今日ね。やっぱり野手陣って、で、まあ、なんか調べてみると、小笠原投手の時に中日打線は全然援護できてなかったと。で、やっぱりこれをね、もうやっぱ勝ちたいっていう思いが、もう全身から溢れ出してんのよね。小笠原投手。で、自分でファインプレーをして、そのね、次のイニングかっていうところで逆転してっていうところがあったんで、やっぱりなんかその、非科学的なところなんだけど、その、やっぱその人がやってるから、その勝たしてやりたいとか、こいつ頑張ってるなとか、なんとかしてやりたいみたいな思いって、やはりその、なんか科学的なところを超えてくるところがあるのかなっていうふうに今日ね、改めてね、なんか知らんけど感動したというかね、敵チームなのに、なんか感動したというか、うん。そういったところはね、野球においてあるからこそ、まあ面白かったりするのかなというふうに思いました。はい、じゃあね、まず最初になんですけども、今日のね、試合の一言目も言わせてください。これです。完全に小笠原投手のファインプレーで流れが変わった。投手交代のタイミング、やっぱり難しいよというところです。僕今日ね、冒頭ね、安倍監督批判しようかなと思ってたんです。はじめ。なんだけど、さっき、パソコンでね、記事見てると、やっぱりその交代のタイミング分かってたんですよね。コメント見ると。タイミング変えないといけないなって分かってたんだけど、ファーボール2連続出した、ホッタをね、逆にこう、楽にさせてしまうというか、そこ自分が出したファーボールなんだから、自分で、ケツ吹きなさいよっていうところを、やっぱりこう、学んでほしかったみたいな、成長してほしかったっていうところのコメントがあったんで、やっぱり、さすが、まあ僕が分かってて、安倍監督が分かってないっていうのも、まあ、それおかしな話だなと思ってたんで、やっぱ分かってて、分かってるけどやったんだなっていうところあったんで、まあ、やはりそこでね、まあ、成長とか、教育とか、っていうのはあるんだけど、やはりね、どっちも両立してほしいっていうのは、やっぱりファンの本音だと思いますと。まあ、その思いがあって、答えられなかったっていう堀田投手もそうだけども、やはり僕が言いたいのはね、やっぱり、こんなんね、初回から5イニング連続ね、先頭バッター出してるんですよ。で、そこで、あともう1本ね、2点も取れたんだから、まあいいんだけど、でもやっぱりもう一声ね、打線もしてほしかったなっていうのは正直なところありますと。はい、じゃあね、まず最初に、得点シーン振り返ってきまして、で、右側でね、僕が気になったところ、今日はね、ちょっとね、ポイントって書いてて、P って書いてるんですけど、このね、赤線引いてるところあるじゃないですか、波線。そこが僕の、今日思うポイントの場所だったなっていうふうなところなんで、そこもね、踏まえながら、わかりやすく解説していきたいと思ってますんで、ぜひ最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、まずなんですけども、今日ですね、先制したんで、ジャイアンツ、幸先よくね、これね、先頭バッター丸選手ね、ホームラン打ったんですよ。非常にいい当たり、ストレートをね、狙い打ってね、パッチン打ってね、非常にまあ今日打線がね、まあ2番に坂本さん置いて、5番に岸田選手置いてというところで、非常にまあその、動きを出してきたというか、打線の中でも入れ替えをしてきたっていうところがあったんで、まあ非常にそれね、成功したんじゃないかなっていうのは非常にありました。まあ坂本さんも結果的に今日4安打してますから、丸さんも2安打しててっていうところで、非常にこの丸、坂本っていうね、1、2番に関しては、まあ、やっぱり相手から見ても、驚異的なんじゃないかなっていうふうに思います。
で、3回裏ですね、ワンアウト二三塁から岡本選手、これ執念ですね。もう執念。打撃の状態悪いんだけど、もうなんとかしてバット当てましょうと。なんとかしてバット当たってくれっていう気持ちで、なんとかこれ打ったね、犠牲フライでした。非常にね、ナイスだったと思います。状態悪いんだけど、なんとか最低限というところをできたってところだと思います。で、6回表ですね、ツーアウト1、2塁からここ細川選手にタイムリー打たれまして、で、僕は、この細川選手に打たれたところで交代かなっていうふうに思ったんですよ。もうちょっとこれ、きついやろうなと思ったんですけども、まあ先ほど安倍監督のコメントありましたけども、まあ、最後まで投げなさいというところで、カリステ選手にも行って、結局これ3ベース打たれちゃったって、というところで、この回3点取られて逆転されるんですよね。で、7回にも2アウト3塁から村松選手の、まあ、センター前ヒットがあって、まあ、追加点というところで4対2という、ゲーム展開になっております。じゃあちょっと右側でね、僕が気になったところをお話ししていきたいと思います。こっから見てよ。OK。こっから分かりやすくいきます。はい。まず1回表なんですけども、まあこれね、まあ細川選手って今すごく打撃3部門でもトップ争いをするぐらい一番状態いいんですよね、中日ね。その中で、まあ、ワンアウト、1、2塁という場面を作るんですけども、ここで初回ね、ここでもしかしたらスリーランとか打たれてたら、もしかしたら今日その試合で、その、ホームラン1本で終わってたかもしれないんだけど、ここをね、しっかり543のダブルプレー取れた。非常に良かったと思います。怖かったと思うんだけど、2球目、4球目、6球目ね、全部インコース、投げ切った。で、最後も、インサイドにも、インサイドのちょっと高めぐらいのボールで、ゲッツーを取れたっていうところで、やはりね、まあよくある、セオリーなんですけども、いいバッターとか、強打者っていうのは、近いところの高いところ。で、遠いところの低いところ。まあこの体格ですよね。インハイとアウトコース低めというところの体格でやっぱ打ち取っていく。まあよく L 字とかよく言ったりするんですけども、L 字ってこういう L 字ね。右バッターだったらこうだし、左バッターだったらこうだしっていうところで、L 字で攻めていくとかよく言うんですけど、まあその攻めっていうのが非常にうまくできてたなっていうところがありました。で、この1回裏はね、これ先頭丸選手のこれホームランというところで、まあ小笠原投手もね、まあその何回かこれ巨人戦に投げてきてますけども、非常にね、序盤はストレートで押してくるんですよ。っていうのも、多分ね、頭の中に入った上で、3-1 というカウントだったんですけども、そこでもうまっすぐ1本っていうところで、しっかりね、捉えきれてたんで、非常にね、いいバッティング、打撃もね、今ずっと打ってるよね。5打席連続ぐらいヒット打ってたんで、今日ね。だから非常に、いい打球だったと思いますと。で、ですね、つい気になったところ、これ3回表ね、3回表、これもね、先ほどゲッツー取ったってお話しました。で、皆さんに覚えておいてもらいたいのが、大体試合、1試合通じて、まあゲッツーが、まあ1つ あるのはまあまあまあ、まああるなって感じなんですけど、大体ゲッツー2つぐらいあったら、なかなか点入らないですよ。だってそれだけで4つアウト取られてるから、うん。27個のアウトのうちの、4つをね、ゲッツーで取られてたら、結構きついじゃないですか。っていうところで、ゲッツ1日というか1試合2個取れたら相手打線をなかなか打てないやろうっていうところはなんとなく僕のね、今までの野球観の中であるんですけども、これ実はね、この3回表で2つ目のゲッツなんですよね。これも、まあ小笠原選手にヒット打たれて、村松選手にヒット打たれてやばいなってなってるところに、ワンアウト1、2塁で、まあこの田中選手のこれ、あ、これすみません。これファーストライナーですね。これ5って書いてますけど、これ3ですね。ファーストライナーのゲッツーで、岡本選手が取って、ファーストベースをもうね、無視してというか、ファーストベースのファーストランナーを無視して、セカンドに送球をして、それをね、伊豆口選手がうまく入って、ギリギリでアウト取れたっていう、これね、ほんまにナイスプレーだと思います。はい。これね、ファーストランナーは遠いんで、やっぱ自分で言っても無理だっていうのをもう瞬時に判断して、セカンドに、切り替えて投げて、それをしっかりアウト取れたっていうのはね、非常に大きかったなっていうふうに思います。はい。で、次3回裏なんですけども、ここね、先ほど言った岡本選手の執念の犠牲フライってところなんですけど、これも丸選手が先頭出ますと。で、坂本選手が、ツーベース打ってね、これ450本かな。単独2位に躍り出たんですよね。もうすごい記録だから、もう異次元すぎてよくわからんけど。で、ノーアウト、2、3塁で、吉川選手がファーストゴロで。で、ここなんですよね。ワンアウト2、3塁で、岡本選手、状態悪いですよね。1打席目見てても、2ボールからかな。2ボールから、3球ど真ん中ぐらいのストレートを全部空振りで三振してるんですよ。相当状態悪いやろなっていうところで、相手バッテリーも、
前の打席にストレートにあんだけタイミング合ってないから、ストレートをガンガン投げてくるんですよ。で、最後ストレートをガンガン意識させた上で変化球で落としてくるんだけど、それをなんとかね、死に物狂いで打ったみたいな感じで、これ少し浅いフライだったんだけど、これもね、丸さんがよく走ってね、点取れたっていうところで、こういうね、死に物狂いみたいな一本が、とか犠牲フライみたいなポテンヒットみたいなのが、結構ね、調子を上げてくれたりとかしたりすることあるので、このね、なんかこの死に物狂いで打ったこの犠牲フライから岡本上がってきたな、みたいな感じで僕も解説したいなっていうふうに思います。で、4回裏で、これも、ここもね、僕、波線引いてるんでポイントなんですけど、ここの回ね、非常にね、惜しかったんです。ノーアウトから、長野さんがレフト前ヒット。で、萩尾選手がショートフライに倒れて、ワンアウト一塁から伊豆口選手が、レフト前ヒット。で、ワンアウト一塁で堀田選手がバントうまいこと決めたんですよね。うまかったですね、バントね。で、ツーアウト二三塁でここ丸選手、非常に状態がいい、ホームラン打ってますと。で、ヒットも打ってるというところで、非常に状態いいところで、これね、右中間にいい当たり、僕ここで、ね、メモいっぱい取ってるんですけど、ここ僕打球の強さも書いてるんですよ。A とか B とか C とかって書いてて、僕これ A 打球って書いてるんですよ。だからそれぐらいいい打球だったんだけど、右中間でギリギリ取られてしまうというところで、これがもし抜けてたら、まあ、たらればの話になるんだけど、これが抜けてたら、まあ、おそらく今日巨人勝ってたなっていう風なところなんだけど、やはりね、それがなかなかこう、野球の神様がね、ついてなかったというか、取られてしまったっていうところは、やはりね、月がなかったのかなとも思いました。で、5回裏ね、5回表か、5回表、次、これね、これは、先頭のビシエド選手なんですけども、これ吉川選手がファインプレーするんだけど、どこまで守備範囲広いのっていうところ。まあ、多少ね、二遊間寄りに守備はね、寄ってたと思うんだけど、ベースより、こっち側なんですよね。ショート側で取って、バーン投げて、で、早期は少し弱かったんだけど、そのハーフバウンドも岡本選手が、うまいことこういうふうに、こう取るんじゃなくて、こう取ってね、うまいこと取って、リクエストしたんだけど、それもアウトっていうところで、やっぱ先頭バッターを抑えるっていうのは、点を取られない鉄則ですから、そこで、非常にね、このね、吉川選手も今年何個ファインプレーしてるのっていうぐらいのレベルで、毎試合1個してるんじゃないのかっていうぐらいのレベルでね、してくれてますけども、これね、吉川選手以外だったら 100% 無理です。取れません。はい。それぐらいの守備なんですよね。だから、まあ、お金を払って、見れるぐらいの本当に、素晴らしいセカンドだなというふうに僕思っております。でですね、ついね、ここなんですよね。5回裏ね。5回裏。はい。ここなんですけども、ノーアウトから、坂本選手がね、ヒット、センター前のヒット出まして、で、ノーアウト一塁から、これね、吉川選手が、まあ、意表をついたような形で、セーフティーバントするんですよ。なんだけど、少しね、球がパーンって上がってしまって、キャッチャーと、ピッチャーとサードの間ぐらいにフライ行くんですよ。それを、小笠原選手がね、もう、何振り構わず、ブワーって、ガーン取るんですよ。これね、まあ、ちょっと、ピッチャーからしたら、あんまりやるべき、プレーではないんです。正直言うとね。なぜかっていうと、これね、昔、まあ、桑田真澄投手、今、二軍の監督いらっしゃいましたけども、やっぱそれでね、肘痛めたりとか、やっぱした、怪我した、ところがあるんで、違うか。あれはトミー・ジョン手術し終わって、ごめんなさい。すいません。間違えましたけども、そういったところって、やっぱ怪我したりとかっていうピッチャーあるじゃないですか。っていうか、怖いから、普通のピッチャーだったらしないわけですよ。なんだけど、そこをね、もう勝ちたいって、もうどうにかして勝ちたいっていうもう気持ちがもう溢れてやってるのよね。だからそれで、パーン飛び込んで、取ったっていうのはね、僕ね、こっからね、中日の流れ変わったと思うんです。で、結果的に、まあ、ここで、岡本選手も抑えて、岸田選手も抑えてっていうところで、この回終わるんですよ。で、ここ6回表ですよね。2アウト、取ってからなんですけども、堀田選手がね、制球を乱して、まあ、僕はなんとなく2アウトのこの田中選手にフォアボールを与えた時に、ちょっとクイックを結構多めに入れてた感じがあったんですよ。だからそれがもしかしたらフォームをちょっと、狂わしたのかなって思うし、でもまあ、それぐらいの自分でクイック入れるって言って、入れて、フォーム崩すのは、それはレベルが低いと思うし、だからこれは結局、
まあ、堀田投手の、まあ、コントロールが悪かったっていうところだけなんですけど、まあ、そこもね、こう、ポンポンっていい感じでツーアウトまで行ってるだけに、ちょっとね、これはね、もったいなかったなって思います。で、福永選手にもフォアボール出したんだけど、これもね、やっぱりこう、ギリギリいいところは行ってるんだけど、これボールって言われてるんでね、フォアボールって言われて、で、やっぱ2連続出してるじゃないですか。で、やっぱきついんですよね、それね。で、ツーアウト一塁で細川選手にこれ一球目のカットボールね、取りに行って、やっぱこんだけファーボールで来てるから、やっぱ取りに行っちゃうよね。で、取りに行ったボールを打たれてっていうところで、僕がもし監督だったらよ。間違いなくここで変えてるんですよ。細川選手のタイムリーで変えてる。もしかしたら原監督だったら、もうこの2個目のファーボール出した時点で多分変えてる。だけど、安倍監督は、なんとかこう自分で出したランナーをちゃんと自分で死に拭ってほしいというところで、続投しますと。で、ツーアウト一塁でカリステ選手にこれ結局、チェンジアップ2球いってボールなって、ファールなって、で、最後ストレートでカーンって打たれて、ね、ツーベースというところで、まあ、ここですよね。どう考えても試合のポイントはここ。で、フォアボール2つ出してしまったというところですね。まあ自分でもね、すごくまあサムネイルもそうですけども、うなられてるようなね、画像を使いましたけども、やっぱりね、もうここなんですよね。もう今日に関してはここなんですよ。やっぱり打線があんま点取れないから、やっぱり、まあ2対0とか、2対1ぐらいで、やっぱ試合を収めておきたいとこなんだけど、やっぱここですよね。本当だったら、勝ちだけにこだわるんだったら、もうこのフォアボール2つ目出した時点で多分交代なんですよね。だからそこを、なんか安倍監督がこの堀田投手はもっと大きく育ってほしいっていう形でやってるっていうのが伝わったんで、今日ね、安倍監督に批判するのはやめようと思ったんですよね。で、最後7回表ですけども、これね、まあ、大江投手が三塁打打たれて岡林選手にね。で、ノーアウト三塁から加藤選手は空振り三振取るんだけど、ピンチいった中島さんが出てきてワンアウト三塁でね。そこでピッチャー馬場投手に変えて空振り三振。で、これもスプリット連投してるわけですよ。スプリットを投げて、中島さん三振取って。で、その村松選手はこのスプリット連投してるなっていうのはネクストバッターで見てるんで、で、ツーアウト三塁で、一球目スプリット行って、もう一回またスプリット連投してくるのかなっていうのを思わしといて、ストレート二球目行ったんですけども、それをね、うまいことセンター前ヒットに打たれてっていうところで、まあやはり、ストレートというところがね、やっぱ基本だと思うし、やっぱ変化球ね、いくらこう、良くても、ストレートでね、ある程度ファール取れたりとかっていうぐらいの、球の力であったりとか、キレがないと、やはり、厳しいなというふうに正直思いました。はい。まあ、8回表も、まあ、ケラー投手がね、2アウト3、満塁まで行くんだけど、加藤選手を空振り三振取ったりとか、まあ、非常にね、ギリギリのところを抑えてるんだけど、やっぱりね、まあ、その相手の松山投手でやったりとか、マルティネスね、もう正直、マルティネスに関しては、まじ、打てる気がしないというかね、もうこっち見ててももう終わりやなっていう感じはするし、あの登場曲流れたら終わりやなーっていう感じはするから、まあ、結局 0.00 でしょ。点取られてないでしょっていうところで、やっぱり、まあ、マルティネスを打つとかもまあそうなんだけど、やっぱりそれよりも、やはりその前の回にどんだけ点取れるかっていうところだと思うんですよ。うん。結局はね。やっぱり今、もう9回はもうないみたいなもんだから、8イニングで戦わなあかんみたいな。C っていうならもう7イニングぐらいで勝負を決めていかないといけないっていうところね、中日戦ではあるので、そういったところはね、まあ今日2点取ってるんだけど、やはりね、それ以上点取られてしまうと、やっぱり負けてしまうっていうところあると思いました。はい、そんな感じでね、なかなかこれね、勝てなくて、ここ最近勝てなくて、で、明日休みでしょ？で、次甲子園でしょ？っていうところで、ちょっとね、マジでジャイアンツの状態が落ちてきてるなと思うし、このままマジでソフトバンク、交流戦入ってあの打線で、来たら、ちょっとマジでやばいぞっていう。これ、ほんまに一気に4位、5位まで落ちる可能性あるぞというふうになんか思って仕方がないんですけども、皆さんどう思います？そんな感じでね。まあ、もうぐじゅぐじゅ言っても仕方ないんで、まあね、金曜日からの阪神戦ね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。Thank you.